ルビガンは、フランス、奥下にー地域圏、ガール圏のコミューン。中央高地の南部に位置し、アルル川谷の中、エグアル山に近接する。セベンヌ山脈の多くのコミューンと同様、圏師の宝石産業で栄えてきた。アルル川に架かる古い走るビガンは、メロビング長期のアリシトス司教座の一つとして、初めて記された。九十八年のニーム教会会議において、 アリシトゥス司教座は大司祭を派遣し、中世のマナカ大司祭が定期的に置かれていた。1694年以降、この大司祭職はアレス司教座に貢献するためにニーム司教座から切り離された。1050年頃、サンピエール招集動員がこの地に創設された。中世から1790年まで、ルビガンは29のコミューンを管轄する司法管区が置かれていた。 17世紀から18世紀、ルビガンには、地方長官補佐の皇帝や、セベンヌ山脈地方における、ラングドック州の庁舎が置かれていた。地方長官補佐の本庁はオテルドラコンダミーヌに置かれた。ルビガンは、セベンヌ山脈西部の重要な行政中心地であった。なぜなら、大きな市が開かれ、移動中の軍隊が滞在する場所であったからである。裕福な商人は、 羊毛の盲石や欧州中に輸出許可されたシルクニットのストッキングを生産する産業で富を蓄えた。19世紀後半、ルビガンは鉄道でニームやトゥルノビールと接続された。この路線は1970年代に閉鎖され、1987年まで貨物輸送が行われた。創イコールカシニート INSEE ありがとうございます。